皆さんこんにちは、遠藤です。6月3日金曜日に先ほど大引けを迎えました。今日のトレードは皆さんいかがでしたでしょうか。今日の日経平均は大幅反発となりました。大幅な米株高の流れを受けた朝方の開戦後は一段高へ、その後は揉み合う場面が大引けまで継続も、今夜の雇用統計を前に、下値サポートの強い一日となり、結果プラス347円の 27,761円で着地をいたしました。現在こちら冷やしチャート出ておりますが、ギャップアップし、いよいよ 28,000 円を試しに向かいそうなチャート形状となっております。MACD はゴールデンクロス中、一目均衡表は三役好転中、とはいえ未だチャートでは揉み合いが継続。週足チャートにて MACD はゴールデンクロス中も一目均衡表は逆転中、下向き移動平均線の下にローソク足が位置し、上値の重い状態で再びですね、またいつ下落してもおかしくない状況と考えることができます。そのため来週の戦略としてスイングであれば、引き続きですねトレンドが成立している銘柄ですね、上昇も下降もですねトレンド成立している銘柄への短期戦として見ていただくと、あるいは日をまたがないデイトレードにて本日の注目銘柄のようにスピード感を持って利益を出していくこと、これをお勧めいたします。さてまずはじめに昨日挙げました本日用デイトレ注目銘柄の振り返りを行いまして、その後来週月曜日用の注目銘柄を紹介いたしますので、最後まで見逃さずにご視聴いただけましたら幸いです。本日用として挙げた注目銘柄は11銘柄ほどありました。6619ダブルスコープ、380サイバーステル、5726大阪キタニュー、4777ガーラ、9115明治海、5727東方チタニウム、7224新名路、8242H2O リテイリング、7211三菱自動車、2593伊藤園、そして4587ペプチドビーム、この11銘柄、そのうち5銘柄エントリー化となり、最終的にストップ高となった銘柄を含めかなり良かったですね。まず最初に来たのが5726大阪チタニウムテクノロジー。朝方安寄りスタートしたんですが、その後高安切り上げる動きが終日継続をしていったと、この中でポイントですね、数点ほど、東方チタニウム同様にポイントがあったということになります。5727こちらも同様ですね、朝方安寄りスタートしたけれども、その後買い戻されて一段高、また再び売りに抑えましたけれども、その後じわじわと高安切り上げる展開が終日継続をしたということになります。これも良かったですね。そして6619ダブルスコープ、大きくこちらも上昇をしました。結果的に 3.37% となっておりますが、場中こちら強かったですね。特にこちらは前場良かったですね。前場の勢い、この場面を捉えたということですね。次7224新明和工業、日経300日経500採用銘柄です。こちらも一段高となりまして、こちらヒゲのある陽線が事件で着地をしております。こちらも前場朝の明け、そしてその後ということですね。5場は失速をしております。前場で終了と。で5場来たのがですね、3810サイバーステップ、結果的にストップ高で着地をしております。今日大引けに買いがさらに集まりました。途中でですね、この場面ですね、5番強かったですね。5番特に2時半前にストップ高間近まで行ったんですけれども、その後失速、押されてからまた再び買われて、結果ストップ高という場面、ストップ高の場面は買う必要もありませんが、その前のところですね、ここをしっかりと取るということで、ナイストレードということが言えます。その他6銘柄、チャンスありそうな銘柄もありましたけれども、圧力差あったりエントリーポイントなかったということになります。今回チャンスが来た銘柄にトレードされた方は皆さんナイストレードとなりましたが、利確がどうしても早くなってしまったという方、またはエントリータイミング逃してしまったと
何も取れる日、今日一日できなかったという方もいらっしゃると思います。また来週月曜日から毎営業日トレードチャンスありますので、焦ることなく冷静に、しかしスピード感を持ってトレードしていきましょう。本日利益確定された皆様お疲れ様でした。おめでとうございました。次に来週月曜日用の注目銘柄についてご紹介いたします。来週月曜日用の注目銘柄8銘柄ほど見ております。早速一つ一つ見ていきましょう。まず3810、今日のマテ役所の一つサイバーステップ、ストップ高となりまして、4月の高値をもうすでに本日超えてきました。大きく上昇、出来高も入っています。1239万3600株の出来高、大商いとなっております。まあ、昨日もですね、出来高大きかったですね。734万ということではありましたが、今日その倍近くということの商いとなっております。もう一段の上げがあるかどうか、今日で終了とならずに、明日また安寄りスタートしてから大きく上げできるかどうか、こちら注目をして見ていきましょう。2つ目、3853アステリアです。今日はプラス 14.06%、 一段高となっております。まあ、昨日できたかそれほど多くはなかったんですけれども、今日飽きない伴いながらさらに上昇、284万300株となっております。もう一段の上げがあるかどうか、こちらも見ていきましょう。3銘柄目、こちら今日捉えた方結構いらっしゃいましたね。5727東方チタニウム、一段高となりました。プラス 6.02%、 連日の上昇となっております。出来高506万6600株、昨日ほどの出来高ではありませんが、大きく上げてきております。まあ、売り方の買い戻しが含まれていると。同じくですね、4つ目、5726大阪チタニウムテクノロジー、これも売り方の買い戻しを誘う、まあ、踏み上げということですね。株価上昇プラス 5.96%、 出来高674万9200株となっております。もう一段の上げがあるかどうか注目をして見ていきましょう。そして5銘柄目、3661 M アップ、久々にこちら出していきます。ギャップアップスタートしてから一段高ということで、まあ、結果上引けつけておりますけれども、プラス 5.52%、 出来高99万1400株、じわじわとまた出来高増えてきております。さらなる高値を来週捉えることができるかどうか、 M アップ、こちらも見ていきましょう。動きの早い銘柄となります。そして6銘柄目、3387クリエイトレストランズホールディングス、クリレスになります。また再びこちらも出していきます。今日はプラス 5.16%、 936円で着地をしております。出来高は172万7200株、大きな商いではありません。じわじわとこう伸びているという状態になります。もう一段の上げ、特に去年の10月につけた高値を捉えに行く動きをですね、今後見せてくるかどうかに注目をして、デイトレで見ていきましょう。7銘柄目、6619ダブルスコープ、こちらも良かったですね。今日1380円プラス 3.37%、 こちらも上髭陽線で終えておりますけれども、飽きない4058万200株と、昨日の出来高をも超える大商いとなっております。これで終わりではなく、今日つけた髭ですね、上髭の部分を消化していけるかどうか、こちらも来週見ていきましょう。そして最後、5026トリプルアイズです。初値形成2200円、その後大きく下落となっております。公募価格は800円ということですね。今日はマイナス 9.07%、 こちらは1日信用の空売り可能な銘柄となりますので、今日の下髭の部分をさらに割り込んでいくことがあれば、高値を掴んでいる投資家のロスカット、つまり投げが入ってくると見ております。その投げの部分を我々がしっかりと取るということで、一日信用の空売り戦略ということで、こちら見ていきます。以上8銘柄となります。また株式投資塾であります価値株について現在熟成を募集しております。こちらになります。サイトにですね、実績の一部を添付しておりますように、サービス開始後1ヶ月で500万円以上の利益確定された方をはじめ、初心者の方でも1月20万円30万円以上の利益を出されている方もいらっしゃいます。またロスカットになっても軽微なロスカットで終えることができるため、含み損が拡大して塩漬けになることは絶対的にありません、と言いますか、ありえません。価値株は目標をしっかり持っている方はもちろんですね、副業でお小遣い稼ぎをしたいと
専業を目指したいという方にとって非常に有益な内容となっておりますので、まずは我々が決めたルールを徹底して皆さん守っていただきながらですね、数ヶ月ぜひお試しください。詳しく話を聞いてみたいという方は価値観事務局までお問い合わせください。皆さんの申し込みをスタッフ一同心よりお待ちしております。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録と今回役に立ったという方は高評価ボタン押してください。お願いいたします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。土日ゆっくり休んでいただいてですね、月曜日からまた戦っていきましょう。では失礼いたします。